5期生、6期生の出演メンバーになります。セットリスト4曲になります。涙の表面張力ギリギリさよならが言えないよ強がって微笑んで涙のダムだけ買い揃う優しいふりしてる自分を軽蔑しようか彼女とは本当に何もなかったと否定しても言い訳をしてるみたいで面倒なその足の日知られないんだからおしまいだの方に入らせていただきたいんですけれども、正常彼女5周年ドキュメンタリーブックが発売されていますのでツイッター見ていただけると分かると思うんですけど今日の23時59分までなのでよろしくお願いします。すごいいっぱい買っていただいて、はい、もう最初は24ページぐらいで終わらせようかつってじゃあ24ページレイアウトを組んでたら1ヶ月経つごとに10ページぐらいずつ増えてって気づいたら100ページを超えてで いくらぐらいにしようかっていうことでもう結局もう印刷費用を賄うギリギリっていうことでもう利益ゼロでいこうってなったんですけどそれでも印刷する費用がないのでどうしようかって言って6月8月8月ぐらいかなにお金がないっていうので作り出したのが、メモリアルグッズなんですよね。なので実は言うとそっちの本の方が先だったんですよね。で頑張って作らせていただいて出させてもらったのですごい買わないと損なのとあと一回出したら多分もう再販することはちょっと厳しいかなっていう感じなのでぜひ迷ってる方がいたら1冊でも2冊でも100冊でも買っていただけるとこちら嬉しいのでよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、あとメンバーできる限りみんなでサインしてりしているのでそうですね、お仕事の都合とかで厳しい OG の方々とかはいらっしゃるんですけどインタビューの方とかもできる限り全員参加しているのでぜひ見ていただけると幸いです。で、29日かなイベントがあるのでそちらの方もぜひチェキとチケットの方を皆さんゲットしていただけると嬉しいかなっていう風な感じです。私たち成城大学ね元気に授業があるのでちょっと授業がない人たちで出るっていう風な形なんですけれどもぜひ見ていただけると嬉しいです。私たちのね1年ぶりの2人のハートの独占権をリサイタルでやるっていうことになったのでぜひ成長を見ていただければ嬉しいなと思うのでぜひお願いします。前の動画と比較して成長したなって思っていただければ幸いです。はい、あと他にみんな何か言いたいよってことあったら今ちょっと時間あげるよ大丈夫かな。ね、本当にロッキーはねちょっとノート正常彼女ノートを見ていただけると分かると思うんですけどすぐボケたがっちゃうのでちょっと私たち ある程度検閲を入れないとねちょっと暴れ散らかしちゃって正常大学から除名されちゃうから大丈夫かな。ボケなくて大丈夫。オッケー。最後の曲に。じゃあ最後の曲に行かせていただきたいと思います。
て鼻歌混じりでご機嫌街は日差しのスリン君と久しぶりのランデブーずっと会いたかったけど素直になれなかったんだ先に連絡しちゃったら僕の負けみたいじゃないか愛しい子でもいいもの2021年4月28日に成城彼女さんは6周年を迎えられました。私も予約させていただきましたドキュメンタリーブックになります。非常に楽しみです。